今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。今日は一人でしゃぶしゃぶ温野菜の食べ放題に行ってきたいと思います。24年のね、人生においてしゃぶしゃぶを食べに行ったことは記憶にあるだけで2回とかなんで、食べに行き慣れてないんですけど、肉が食べたいので行ってきます。なんか焼肉よりヘルシーなイメージだから、いっぱい食べても大丈夫そうな気さえしてます。それでは行ってきます。レッツスタート。はい、お店に着きました。ぼっちながらも4人席に案内してもらいました。イエイ。なんかちょっと緊張しております。本日は定番そうな2980円の食べ放題のコースにしました。だしは和牛だしと豆乳だし。はい、こんな感じです。わー、健康そう。そして食べ放題特有の最初に問答無用でやってくる食材たちが来ました。お肉2種類と野菜たち。ではまず水で乾杯。一人の時は飲み物への追加料金は基本払わないので、いつも水です。では野菜から鍋に泳がせます。しょっぱなから間違えたんですけど、野菜は豆乳だしとよく合うって書いてあったんで移動させました。野菜をたっぷり楽しみたい方は豆乳だしがいいらしいのでね、ぜひ皆さん覚えて帰ってくれるとね、嬉しいですね。はい、ちょっと何の肉かわからないんですけども、初期肉も鍋にぶち込みます。しゃぶしゃぶ本当に前に食べに来たのが余裕で5年以上前とかなんですけど、肉の薄さに感動してます。こんなにも薄く切れるなんて。なんて言ってますけどもね、思ったより鍋が温まってなくて、なかなか火が通りませんでしたね。初心者ですね。いや、でも肉をしゃぶしゃぶしてる光景は絶景ですね。腹が減ります。はい、じゃあ一応健康を気にして豆乳だしの野菜から食べます。豆乳の優しい甘みがあるので、ポン酢とか何もかけなくても美味しかったです。私普段本当に野菜食べないので、この食べ方美味しくて画期的やと思うんやけど、もう家にね、しゃぶしゃぶ温野菜設置したい。誰かに毎日新鮮な野菜を運んできてもらって、食べれる状態にしてもらって栄養を取りたい。なんかありえんくらい贅沢な話しとるんやけども、そんくらいせんとたくさん野菜取れる自信がないんですよね。真面目に主食が米と肉なので、あとスイーツ。お肉、豆乳、いや豆乳と豆乳ややこしいな。はい、お肉。ポン酢とごまだれがあるんですけど、さっぱりポン酢で食べます。いざ。うまい。しゃぶしゃぶのお肉を口いっぱいに頬張るのがめちゃめちゃ好きです。というかお肉は全般的に口いっぱいに頬張るのが好きです。幸せゲージが爆上がりします。特に口いっぱいに頬張るのが好きなのはお母さんが作ったハンバーグです。二口で食べちゃいました。野菜を吸出してアクを取りつつ、2個目のお肉投入。これはすぐ火が通った。ちょっとですね、いい画角が見つからなくて試行錯誤してますね。私こういうお店での撮影って、お店によって席の感じとかが違うので毎回迷いますね。 YouTuber の裏側なんですけども、あ、めちゃめちゃいい。この画角大正解。肉を食べた時が一番幸せそうな顔しとるが私。はい、じゃあ追加注文いたします。いろいろあってよくわからんけど、欲しいもの何でも注文します。ずっと前に来た時はつみれが美味しかった記憶があるので頼んでみます。あと舞茸はダイエットにいいと聞いたので頼みます。いや、食べ放題に来ておきながら今更ダイエット気にするな。はい、とりあえずこんだけ頼みました。ワクワク。1枚にうずらの卵が来ました。イエーイ、パクリ。これめっちゃ美味しかったです。正直肉より美味しかったです。真面目に味付けが最高。これ無限に食べれるやつ、マジでおすすめ。はい、舞茸、つみれ、何の肉か忘れたけど、お肉入れていきます。これはサムネ顔のわし。お肉、これもサムネ顔のわし。これ正直何言っとるか忘れたんですけど、とりあえず隣の子供連れの家族がこれから鬼滅の刃の映画を見に行くって話をしてて、反応してる様子です。確か鬼滅というね、単語にすぐ反応する女なので、いいな、私も連れてってほしい。舞茸、
熱っ熱っ熱っ。豆乳鍋ね、すぐ沸騰するし熱くなりやすいと思うのでね、皆さんも食べるときは気をつけてくださいね。いや私だけかもしらんけど。はい、皿が光って何も見えませんが、もちしゃぶ。新事実、もちしゃぶは一瞬でとろける。味は普通にとろとろのお餅で美味しかったです。熱い。つみれ、超絶熱かったけどこれもめちゃめちゃ美味しかったです。個人的度偏見ランキングを作ると、1位味玉、2位しゃぶしゃぶ肉とつみれ、3位野菜の順で美味しかったです。最後の肉を追加してまた追加注文。今度はこれだけ頼みます。いやめっちゃ食べるやん。そして味玉はベスト。肉を食べながら肉が来るのを待つ贅沢。肉と味玉来ました。時間経過でどんどんお腹いっぱいになるので、もう全部入れます。味玉しか勝たん。ちょっと味変してごまだれ。なんかごまだれすごい味が濃かったです。なんか今まで余裕で食べてたんですけど、急激に満腹になってきました。え、なんで？ごまだれの呪い？締めに麺とか食べる計画だったんですけど無理そうなので、デザートを注文します。抹茶わらび餅アイス。アイスさっぱりしてて、抹茶わらびと小豆がすごい美味しかったです。正直アイス食べる腹もないくらいだったんですけど、注文してから届くまでの時間で腹にスペースができて美味しく食べれました。こんな食べ方ばっかしてるから太るんですね。わかります。はい、ごちそうさまでした。というわけで今回はこれにて食べ放題を終了いたします。鍋お疲れ様でした。最終的にはこんだけ食べましたね。非常に満腹になりました。めっちゃ美味しかったのでね、また食べに行きたいですね、味玉目当てに。はい、というわけでね、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで今日の動画は終わりです。お疲れ、ありがとうございました。